藤原俊人氏は、田村語り並びに、坂の上の田村マロ伝説に登場する伝説上の人物。文献によっては、田村俊人氏などとも記されている。おとぎ造氏では、大見国見純川で倉光、クエスケという二匹のオロチを退治して、将軍となり、妻のテルヒ御前をさらった、道の区国鉱山の悪老を討伐。 東土を従いようと海を渡るも、不動明王に破れて応死した。ここでは、藤原俊人伝説も記述する。モデルとなった人物は、真珠不将軍、藤原俊人とされ、俊人にまつわる、数々の伝説が大納言、坂の上の田村丸へと引き寄せられる形で、おと木蔵師、鈴鹿の宗氏などの田村文芸に継承されたことで、伝説上の人物としての藤原俊人氏が、 誕生した。室町時代のおとぎ造史では、と、シートの名前は、田村丸春秋の父、藤原春一として田村丸と親子関係で登場するが、それらを定本として、江戸時代に成立した屋上瑠璃、田村三代記では、藤原春一氏の物語上の役割が、田村俊光という人物名で引き継がれたため、と、シートの名前は、俊光の子。 坂上田村丸年人として継承された。今尺物語集巻十四に、神母を、屈して、それの道に達しせる者に手とあり、文徳天皇の時代に、陳府将軍の年人が、白木政党を命じられるも、白木側はそれを事前に察知して、党の方を善や取りという、やんごとなき聖人を呼び、党に留学中だった縁陳が長伏をしたため、遠征の途中で年人は頓死した。 末尾には、糸、ただ人にもひずとなむ思え、ゆるとある。内岐衆や、小字田にも、根尺物語集と同系統の説話が記載されており、白木政党の説話が成立した陰世紀には、英雄的武人としての年人の原型が出来上がっていた。年人による、白木政党の説話は、おとぎ造しでの春日とし将軍による、東土政党の物語の骨格となった。 しかし、年人は、門徳天皇の時代の人物ではなく、陳不将軍は、道の区の防備が仕事であり、年人の確実な記録が早くに失われたことから、作られた説話とされている。古事願では、歌天皇の時代の出来事として再録された。同じく、根尺物語週巻十六では、年人が五位の者に芋がゆを食べさせようと京都から、鶴ヶの館へ連れ帰った説話も記されており、 その人物像は途中で出会ったきつねさえ、復獣させるほど、威勢の良い豪気の人物であったとして知られている。としの祖父、藤原隆久は、越前守るを歴任しており、としの母は、越前の旗報告の娘と伝わる。越前国鶴賀の豪族、藤原有人の娘婿にもなっていたなど、おとぎ像師などで、春日とし将軍が、悪老の居城へと向かう場面で、 地獄竜という名前の竜の駒に乗るも、悪老王のいる越前へ向かって飛んだ背景には、年人と越前鶴賀が,が深い関係にあったことが挙げられる。年人は、坂の上の田村マロ、藤原康政、源頼光と共に、中世の伝説的な武人四人組の一人とされていた。鎌倉時代に成立した平家物語では、源の義仲について、田村、 俊人、与後将軍、松室来、安政、頼光、義家と比べて遜色ないとされ、歴代名称の初めに田村麻呂、続けて俊人という並びで置かれている。方言物語や、吉恒記などの軍記物語にもこれと類似する記述があり、方言物語では、古その身を門氏、田村、俊人が鬼神を攻め、頼光、安政の魔軍を破りしも、 あるいは直命をかたどり、あるいは、真力を先として、部位の誉れを残せりと、エゾ政党という史実から離れ、田村マロと年人の伝説が結合して、鬼神退治の英雄として記されていく。東鏡では、源の頼朝が、欧州合戦の基土に立ち寄った大約屈で、田村マロと年人が、悪老を討伐したと教えられたとある。二人は、同じ時代の人物ではなく、 悪老も実在した可能性がほぼないものの、頼朝の段階で、敏人が結出した、屈強な武人であったという印象が伝えられていた。おとぎぞうしで、藤原俊人氏が悪老を討伐する、物語の起源は、あず鏡となる。吉継木巻、第二では、本庁の武士は、坂上田村丸はこれを読み伝えて悪事の高丸を取り、藤原敏人はこれを読みて、 赤頭の四郎将軍を取ると、中の対抗防戦とされる陸東という標報書を読む、ことで田村丸をと年人は名を挙げたと脚色された。高和歌舞、未来期では、坂上理人として、同一人格であるかのように融合し、理人のこと思われる田村丸が、奈良坂の金つぶてと鈴鹿さんの立江星を討伐したと、語られ、おとぎ増し、 鈴鹿の創始と同系統のあらすじが出来上がっていた。室町時代の成立とされる倉間外事演技は、乙ぎ創始の登場人物、藤原俊人氏に多大な影響を与えた。陳府将軍、藤原俊人が戦時により下野国の倉州、倉安を東目とする軍統討伐に出陣するとき、倉間山に賛同して退治することに成功した。そこで倉間山に、 微車門天像を造建して、海岸供養し、剣を治めたとある。盗賊の倉州、倉安を討伐した説話が、おとぎ造史などで、春日と市将軍が退治したおろちの倉光、クエス系と繋がり、倉間山の微車門天の加護とたまった剣で、欧州の悪老を討つ原点となった。春へ将軍の子、春助は五十歳になっても子供がおらず、心にかなう妻子を求めて上落すると、 ある時、佐賀野で出会った天女の化身とちぎりを結ぶ。身ごもった妻は三年間体内に宿した後、七日間は、産屋に近づかないよう言い残した。しかし七日目に約束を破って、産屋を覗くと、妻は百広余りのオロチの姿となり、二本の角の間に美しい赤子を乗せ、公職の下で眠って遊ばせていた。八日目に、産ぶから出てきた妻は、 約束を破ったのでこの子は、日本の主にはならないが、天下の大将軍になる。なお日、辰丸とせよ、自分は、マスダが、池のオロチであると告げて去った。日地辰丸は三歳の時に、父、俊介と死別し、七歳の時に御門から、大見国み順川で倉光、クエスケという二匹のオロチを退治せよと大事の戦時が、下った。匹のは丸のを名乗るが、 花宝の核という意味に、神通のかぶ屋で退治した。大蛇を撃って外戦した日立丸に、将軍の戦時が下って、春日とし将軍と名乗った。十七歳になった、春日とは、天下の美女という堀川中納言の娘、照日御前を見染めて、ちぎりを結ぶも、それを知った帝が嫉妬して、いずれる罪となった。温度の途中、瀬田の唐橋の上で橋桁を強く踏み鳴らし、 未順川で退治したオロチのパクに向け、都に上がって、心のままにせよと呼びかけた。すると都では、異変が続き、帝が天文博士に占わせたところ、春日都市将軍を都に戻さなければ異変は静まらないと言う。春日都市は都に帰ることを許され、オロチは静まり、テル日午前と再びちぎりを結んで二人の娘が生まれた。ある時、代理に散大していると辻風が、 てるひ午前を天に吹き上げた。春ゅ氏は嘆いたが、夢に三人の童子が現れて、あたご山へ向かうよう告げられる。早速、そく、あたごに登ると強行坊という老僧に迎えられ、帰り道に不思議なことがあるだろうと教わった。大きな、不思議の橋を渡ると、春ゅ氏の母の妹だというおろちが現れ、妻をさらったのは、道のく国鉱山の悪老という鬼で、 倉間山の微車門店に頼めと告げる。大蛇は成仏できないというので千人の僧で、北家境一万仏用で弔った。倉間山に二十一日間こもった春日都市は微車門店から剣を授かり、二条大将の姫君や三条中納言の北の方など、妻子を失った者が他にもいたため、彼らを連れて、道の区国へと出発した。途中、 道の区国発世軍田村里に着いたが、そこで先女と人よのちぎりを交わし、片身として一本のか屋を置いて、悪狼を討伐へと向かった。悪狼王の鉄の巨城に向かうと、ミノ国よりさらわれた少女が、馬飼いの女房として、東門を守らされていた。悪狼王が留守の間に帰れと言われるも、巨城に入る方法を尋ねると、悪狼王に交わされている、地獄竜という竜の駒に乗って、 向かうのだと、少女から教わる。早速地獄竜に乗ると、悪老のいる越前へと飛んだため、微射門店の剣で、地獄竜を沈めて引き返させ、居城にたどり着いた。城門は閉まっていたが、クラマの神仏に祈ると門が開き、内側に大勢の女性がいたが、三上北の方と照日御前はいなかった。話を聞くと三上北の方は数日前に、鬼の餌食となって、 首だけが残っていた。大きな桶に人間が寿司につけてあり、稚帽が串刺しにされ、二帽子の首が、樹頭のように繋いであり、城の中は、地獄のような光景であった。そこへ空が、曇り悪老が帰ってきたので、鬼たちと対峙した、春人氏は、微射門の剣を投げて、悪老や鬼たちの首を落とした。さらわれた多くの男女と共に、照日午前を助け出し、 春日都市は皆を連れて都へと帰った。田村郷では、人よの情けをかけた女性が解任し、生まれた男子は伏せと名付けられた。伏せ殿は十歳の時に、片身のかぶら屋を持って上洛し、春日都市と不死の対面を果たすとなお、田村丸と改め、元服して、稲瀬五郎坂上春秋と名乗った。春日都市が十五歳の時にもろこしを従えようと、考え、 三千層の船に五十万機を従えて攻め、都会した印として、人数のかぶ屋を天にいると七日七夜にわたって、鳴り響いた。しかし、慶華和尚が、不動明王と、今柄、聖鷹を引き連れると、不動明王は、今後同時を日本へと派遣し、自らも日本にわたって、自分を勝たせるなら、日本の仏法の守り神となろうと、微射門天に誓った。すると、 春日都市の美写門店の剣は光を失っておれ、不動明王の鉱馬の利剣が春日都市の首を落とした。江戸時代の東北地方で語られた田村三大記では、室町時代の田村の宗師など、おと木宗師系にはない田村利光によるお借りが描かれる。田村三大記は、第一軍、第二軍、第三軍に分類され、第一軍は悪老創作の山狩りが主体となり、 中世的説話を色濃く伝え、おとぎ造史からの個体を残す、写本群となる。第二群では、第一群にはない、将軍巻狩りの段や、塩釜神社の縁起などが挿入され、七つ森での壮大な巻狩りが描かれる。どちらも、お狩りを通して、悪玉とのちぎりがもたらされる点は、共通する。第二群のお狩りには、歴史的出来事が反映された。 天正19年正月9日に欧州市沖を成し遂げた豊臣秀寺の軍勢が人の折七つ盛りでお借りを行ったと伊達政実記に記され、近世東北の史実や江戸時代初期の文芸思考を反映していることがわかる。また、慶安3年に伊達忠宗が片倉重長といった座王山の巻狩りで活躍した片倉領主の姿は、 田村三大駅のお借りで活躍する霞、玄太を彷彿とさせる。漁師の出自は、田村丸伝承を携えた田村氏出身である。ありがとうございます。